った連中からその後の…いえ、ありません。そうか、やはり帝国がサルラスへ攻め込んだと考えるべきか。もし…はは。ここだな、サルラスへ兵を送った者がいる場所は。そのようだな。カルザスを攻める前にここを落としておくべきだ。相手は以前に戦った老剣士のようだな。どうやら歓迎の準備をしているようだぞ。さぞかし楽しいパーティーになるでしょうね。カルザス侵攻の小手調べってところだな。きっとヤバいかもしれんの。まさか帝国の四天王が集結するとはな。アロー様、正直言って勝てそうにもないわい。お主らは早く逃げなさい。いや、わしの命に代えても持ちこたえて。村人もいるみたいだな。無関係な人間に手出しすることは禁止。恥じるような戦い方はするな。はい。その姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。我が魔力の前にはお前らなどゴミも同然。我が命に従いその姿を現せ。様、私たちはどうすれば。俺たちは一般人まで手を出すつもりはない。巻き込まれたくなければ急いでここから逃げてくれ。はい。ほほう、敵ながらあっぱれな男、気に入ったぞ。確かエルウィンとか言っておったな。そうだ、俺たち本来の目的は侵略や略奪ではない。だから関係のない村人にまで手を出すつもりはないんだ。敵同士なんぞでなければ酒でも酌み交わしたい男じゃな。そうか、だがこれは戦い、
情けはかけないぞ。望むところじゃ。こちらこそ全力でやらせてもらうぞ。カルザスのためにも一人でも多く道連れにするか。そんな、バロン様。さあ、お主らは心配せずに早く逃げなさい。ありがとうございます、アーロン様。さあみんな、帝国軍を迎え撃つぞ。私の剣だって十分通用するはずだ。おそらく敵は主力を二手に分けて川を避けるじゃろう。だからお主は北側から来る敵を頼むぞ。はっ、アーロン様はこの俺が守る。お主らは南側から来る敵の迎撃を頼む。場合によるとこちら側の方が先に攻め込んでくるかもしれんな。気をつけるの。はっ、ここをお前らの墓場にしてやる。戦局が有利になるかどうかはお前たちの働きにかかっておる。魔法使いたちはその場に待機して敵を魔法で迎撃するんじゃ。頼んだぞ。心得ました。連中も水の中では自由に動けまい。お主は地の利を生かして戦うんじゃ。承知しました。水上戦はお任せを。なかなかの腕らしいが、私相手でもそう言えるかな。
守る盾となれ。お前らがいくら私の邪魔をしようとも無駄なこと言って。